こんにちは。今回はガールズバンドくらい第8話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。面白いな。やっぱり花田先生を信じて正解だった。ニーナが桃花の車に轢かれて死んだってメールが一斉送信されるところだったのに、気楽すぎる。今週は頭いってて面白かったわ。さすが俺たちの花田先生や。やはりガルバンだ、根気トップだな。花田先生を信じてよかった。桃花さんの過去は吹っ切れたっぽいけど、ニーナはまだだよな。昔のバンド仲間たちが本当にいい子たちなのが泣ける。強度 4000% くらいだったよ今日のお話。ちょっちょどうなったるんこいつら。泣きながら運転は事故るぞと言いたいけど、さっきのを完全回避して見せる技術あるし平気か。一人なのにバスタオル巻かんでもええやろ。ない、お前が面白い女すんのかよ。これでママさんも引くに引けなくなってしまった。手当たり次第切れ散らかしているかに見えて巧妙な策だったな。面白いやつらだわ。宣戦布告とカロックだな。ダイダスと桃花の関係はこれで清算。あとはニナとヒナだな。ハードル上げるだけあったな。告白で泣いちゃった。桃花最高にかっこ悪くてかっこいいな。こんなん泣くわ。ついに桃花さん陥落したか。あの場面で宣戦布告できるニナちゃんさすがだわ。高校時代の桃花さんは 2D だったのに、中退して川崎の洗礼を受けて 3D になったんだな。次元が上がった。 2D じゃあれないからね。これからは 3D っしょ。期待を大幅に超えてきた。すごすぎ。神回だった。5は超えた。ライブ抜きにすれば当たりの花田確定です。次超神回って言ってて、本当に超神回ってすごくね。花田先生やばすぎ。桃花さん抜けた9大ダスメンバーもアイドルバンドとしてやってく、プロとしての覚悟や矜持は持ってたんだな。そこに新ボーカルが加わったエピソードが気になる。軽々とハードルの上行ったわ。ダイダスとも良いライバル関係になったし、異性に似な役の人は、あと一話の脚力の伏線が回収された。もしも君が泣くならば僕も泣く。サブタイ原曲の歌詞の続きに気づいて鳥肌が立ったわ。ニーナ、お前ホントロックだよ。桃花がダイダスの歌はクソだと初めてはっきり言えたな。ライブはないけどハードル超えた。スバルちゃんの株上がりまくりだな。8話はすごい。8話は泣けると散々煽っておいて、本当に神回なのはルールで禁止っすよね。やっと桃花をニナのレールに乗せることができたか。ここからはもう止まるんじゃねえぞ。音楽ものでライブなしに神回出すってなかなかできるもんじゃないぞ。自分で上げたハードルあっさり超えていったな。ニナが主人公すぎる。ちゃんと桃花を救ってくれてよかった。本当にやべえ、最後涙出たわ。面白い女。こいつめっちゃいい部屋住んでんな。自分だけ失うものがない高みにいながら狂人たちを観察してる立場だな。それは高みなのか。メンバー4人は金なくてギリギリでバンドやってる中、一人金持ちで退路立つ必要がない人がいる。スカピンクも中卒なのか。ひょっとして青春してんな。俺らにもあったんだろうか。このアニメ高校時代に見たかったな。さすがに青臭すぎるぜ。高校時代に見たらイライラしそう。おっさんになったから微笑ましく見れる。異世界転生するかと思ったわ。僕は死にます。危なすぎる。危うく異世界で冒険者になるところだった。先週までペーパードライバーだったとは思えないハンドルさばき。いやー、シナリオよくできてるなこれ。トラペジウム並みにヤバい主人公だった。このアニメを楽しめるかどうかはこの主人公を受け入れられるかどうかだよな。俺は苦手だからそんなには楽しめない。リゼロもこれも無理だな。今回仲直りしたけど、どうせまた来週には喧嘩してそうだよねこの2人。そのアトレズセまでセット定期。このキャラクターの感情を任せた勢いだけで作られた話の展開は花田先生だけに許された。といいか、ラブライブみたいなコンテンツでやったらお前らが燃やすやつだな。
ラブライで退学するのはさすがにやらんわ。廃校しないので生徒の方から学校を出ることにしました。ラブライブシリーズやってた監督さんと脚本家さんだから、ラブライブでやれなかった要素を突っ込んでいてもおかしくないかもしれんな。そもそもアイドルバンドってなんだよ。曲聴いても別にアイドル曲じゃねえだろ。フォーメイのアニメに出てたユニットみたいなんだったらやめるのもわかるけど、この作品いろいろ物語の組み立て方が絶妙というか、破天荒に見えてすごく繊細に構築されている気がするね。この切れ話よりも井の花田先生だわ。いろんな作品を鑑賞しているが、ここまで感情が揺り動かされる告白はなかなかないわ。さすがに今回はベタ褒めせざるを得ない。この狂犬たち、一生このまま狂って我が道を貫いてほしい。超良かった。現代ダスに宣戦布告の桃花さん、心の底から優しい人があんな言葉を絞り出したこと、胸が張り裂けそうな思いでした。昔のメンバーに再会して感傷にほだされて、ひよったことを言っちゃう寸前だったろうに。ニーナが必死に止めてくれたんだと思うと、もう本当に泣ける。桃花の思いがとても伝わってきましたが、それに対するニナの過去ではなく、今と未来に向けての返答。しかもそのきっかけを与えてくれたの桃花だったという、心のぶつかり合い。それと皆さん、歌い手としてだけでなく、役者としてもダイヤの原石ですね。すごい。万人に歌を届けたいのと売れたいは似てるようで違うものだし、トゲトゲは売れなくても歌い続けられれば勝利条件を満たしている気はするけどな。ダイダスは売れてないと負けてしまうが。ダイダスも桃花さんの雰囲気から険悪なのかと思ってたけど、めっちゃいい人たちだったな。思わずトゲなしトゲありよりもダイダス応援したい気持ちでできちゃったよ。父も受け入れを促し、学校側、校長が作った笑顔を浮かべ、犯人はいやらしい笑みを口元に浮かべる中で持ちかけられる嘘まみれないじめの和解、何かの優勝旗やトロフィーが、クソみたいな欺瞞で保つ栄誉みたいなのを暗示なり象徴なりもする。この後にナが激しく嫌い拒むもの。マジで仲直りの握手からあの放送室につながるところもしびれたし、告白からの涙もめっちゃしびれた。ほんであの軽トラ音量上げ、最高にエモエモのエモです。好き。すごい。てっきり自分はまた途中で結論丸投げして新曲のライブシーンでまとめるのかと思ったら、むしろ綺麗ごとにして終わらせんなとしつこく追いすがって踏み込んで語り尽くして終わった。全部生々しくて胃もたれする最高の回だった。覚悟を決めて自分と前に進んでもらいたい思いから喧嘩になるボーカルニナとギターモモカ。憧れの人だからこそ逃げは許せない。それが自分を理由にするならなおさら。カーラジオのボリュームを上げてモモカの泣き声をかき消してあげるニナが優しい。ニナの現代ダス批判になぜモモカがあんなに冷たかったか、ニナに直接はっきりとは語ることなく映像で示してくる。でもニナもきっと桃花の語りから察している。ただ桃花がそこで自分のせいだと心苦しく思う相手はヒナも含むということまではニナは理解しているかわからない。いや、てかまあニナは当然として、ほんまスバルちゃん強いな。一見私はついていくだけだよとか言ってるくせして、常にバンド内主に桃花とニナのことだがのバランス取ろうとしてるし、ハチは見てては嫌ったらあんなギスギスしてたら逃げ出したくなったわ。普通に芸能界の不条理を知っているからこそ、過去の自分と同じように目標のために逃げ道を断つほど本気で評価を得るためではなく、自分の思いを全部ぶち込むために歌うニナに夢を託そうとするモモカと、それでもなお私に逃げるなと突っぱねるニナとの濃密なぶつかり合いに感動。モモカさん、念のため保険をかけようという仲間に、難しいからこそ退路を断たなきゃいけないんだと知った。若かりし頃女子高生はこんな熱苦しくも爽やかで笑顔が似合う子だったんだな。で、その熱苦しさも含めて仲間たちに愛されていた。まるでトゲ要素を抜いたニナのようだ。退路を断って音楽に向き合おうとするニナに自分の過去を重ねるモモカ、そしてモモカの歌に救われたニナがモモカを救う。
生き残るために変わったダイダス。自分を貫くトゲトゲ。どちらも間違ってなくて己の道を歩み続ける。最後に全てつながるのが熱い。手加減のないむき出しの感情をぶつけることを恐れぬからこそ、相手の感情を引き出し真正面から向き合える。ニナの万有は見る者をハラハラさせ、すがすがしさをも与える。明らかに人として問題があるが、一時来たりとも目を離せぬ女。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。